どうみなさんこんにちは、こんばんは、ゆうこれです。今日紹介するのはね、百花繚乱のね、周回編成のソロバージョンですね。まあ皆さんまずこちらご覧ください。消費スタミナゼロ来てますよね。こちらテクニカルダンジョン極限降臨ラッシュ、現在スタミナがゼロになっています。そしてこちらご覧ください。現在なんとランク経験値8倍極限降臨ラッシュ来てます、来てます、来てます。1週間なんとスタミナゼロで、しかもランク経験値8倍です。やばいやばいやばい、終わり終わり終わり。今ガチ勢の方々とかね、多分まあ周回のモチベがある人はマルチで百花繚乱を周回している方が多いと思います。でですね、基本的にマルチで周回してもらえると周回編成は低い、めっちゃ簡単に勝てて楽、立ち回りも固定、パズルしなくていい的なね、もう周回編成が多いんで、もし気になった方はね、ツイッターとかね、まあ攻略サイトとか見てね、ぜひ調べてみてください。なんですけど、今回僕が紹介するのはソロ編成ですね。まあ、なんでソロかっていうと、まず一つ目、経験値バッジ乗せれるんですね、 10% で、二つ目、パズドラパスの 5% 乗るんですね。で、三つ目、友達がいなくても周回できるんですね。で、4つ目、周回中に休憩ができるんですね。まあ僕はマルチで周回すると、よくあの YouTube 見たくなって、すぐやめたくなっちゃうんで、あんまり好きじゃないんですよ、マルチ周回は。なので今回はソロ周回編成を2パターン紹介していこうと思います。まず最初に紹介するのがね、しげ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 百花ですね。はい、しげしげをリーダーフレンドで使った編成ですね。ちょっと編成難易度高いんであれかもしれません。で、二つ目が一応しげしげジライアスね。こっちはまあしげしげ持ってない人向けで、しげしげ持ってる人は無理やりでも代用してもらって一つ目の方を組んでください。もうどうしても持ってないなっていう人に関してはそちらの二つ目の方を見てもらえれば、まあとりあえずはね、百花繚乱周回できると思います。大体目安としてなんですけど、しげ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 で、経験値バッてつけて、パズドラパス入ってれば200万ぐらい経験値乗ります。大体200万ぐらいは。結構でかい。で、しげしげジライアの方だと、3.24 倍が、まあ、1.8 倍ぐらいまで減るんで、だから、それだと大体100万超えぐらいになると思います。まあ、そんな感じでね、経験値量は考えておいてください。じゃあ実際にやっていこうと思います。はい、まず編成こんな感じっすね。いや、結構ね、いい感じに回れるんですけど、これ見てもらってパッてわかると思うんですよ、みんな。そう、編成難易度。そう。めっちゃいい編成なんだと思うんだけど、比較的ソロにしては。編成難易度が高いんで、多分組めない人多いと思うんで、しっかり代用も書いてきました。行きましょう。まず、しげしげですね。しげしげは、超覚醒無効感に遅延5です。で、ファガン装備なんですが、ファガン装備はスキルブース武器というかですね、HP 増やしたいんで採用しています。なので、まあ、スキル武器とか適当に代用してください。まあ、アシスト自由にほぼ近いですね。はい。で、挑戦は、遅延6振ってもらって、超覚醒スキルブーストのカムイもしくは、ウルカ装備ですね。カムイ装備もしくはウルカ装備継承で OK です。で、まあ、ちなみに挑戦に関してはね、ホルスとかっていうね、スキルターン軽くてスキルブースト多いキャラを入れていただいて、なおかつね、カムイもしくはリュール継承。そして、暗闇耐性をファガンの武器の場所。と、あとは、アリナと、シゲシゲの場所で補ってもらえれば、別にそちらでも問題はありませんが、まあ基本的に挑戦が暗闇耐性もあって一緒なんでね、挑戦にしていきます。はい。で、アリナは毒耐性武器継承ですね。まあ毒耐性 100% 必ずしてください。毒の海に沈みたくない人はね、ぜひ毒耐性 100% にしてください。ボスで食らいます。そして、続きまして、石田ですね。石田は、操作負荷耐性武器継承ですね。で、超覚醒はバインド耐性プラスです。はい、操作負荷耐性武器継承で OK。で、ゼラですね。ゼラは超覚醒無効貫通の朝倉予想武器継承。朝倉予想日はね、超一武器なら何でも OK です。例えば、テューポーンとかね、そこら辺の超一武器なら何でも OK です。で、フレンドのしげしげは毒耐性 100% ですね。まあ、普通にいると思うんでね。毒耐性武器をつけてるフレンドさんを選んであげるか、もしくはね、アリナの場所にミッキーフレンド装備つけておいてもらえれば、アシスト枠は自由となります。そんな感じの編成で実際にやっていきましょう。あ、ちなみに代用忘れてましたね。そういや、解説。しげしげと挑戦はもちろん代用いなくて、まあまあ、しげ、あ、挑戦は一応ホルスがいるか。で、アリナに関してはね、覚醒無効回復がボスで欲しいんですよね。だから採用しているだけであって、別に寄生生できるキャラなら何でも OK で、スキルブースト3個以上で木が作れるね。日和とか、あとはクリスマスロミアとか、そこら辺で代用してもらえれば全然 OK です。ボス少しだけ下りますが、まあ言うて死ぬことないんで大丈夫だと思います。はい、で、石田に関してはね、スサノーとかですね、スサノーとかのね、半減2ターンとかで OK です。3階層から使ってあげて半減2ターンで OK なんですが、まあ一応ね、言っておくと寄生性がないとね、全然盤面安定しないんで、まあ、できれば石田がいいですね。できれば石田がいい。
はい、じゃあ実際にやっていきましょう。百花ローランの1の周回編成ですね。1なんで注意してください。ちなみにね、この編成グランリバースと、気球種を食らうと負けます。なので HP バッジをつけてあげるか、もしくは全てレベル110まで育成してから、フレンドのガネーシャ装備を破顔装備継承に変えてっていう感じでね、何かしら対策をして4万8000の HP を確保してあげてください。じゃあやっていきましょう。まあ今回は経験値バッチだしね、グランリバースつっても10何分の1なんで、まあ基本来ないから大丈夫だと思います。はい、で2階層はしげしげですね。1階層2階層をしげしげ打ちなんですが、1階層でアリナ打つのだけ忘れないでください。もし万が一アリナ打ち忘れると普通にボスで負けます。うん、変換ない上にリンシャー対策できないっていうね。しっかりとアリナはね最初使ってあげてください。でここは普通に突破していきます。地雷やかな、マジで今の目覚めやばいな。でまあ無効貫通必要な敵が来るとちょいめんどいけどね、まあ、基本的に大丈夫だと思います。はい、4階層でミルが来るんだよね。ミルがめんどくさいんだよね。で3階層石田確定打ちですね。1階層でしげしげとアリナ、2階層でしげしげ、3階層は確定で石田打ちです。ここ石田打たないとマジでバカなんで、絶対に石田打ってください。ヘラの先生、そして5階層のゴエモン先生で死にます。必ず打ってください。で4階層、うん、ヘラ来なかったですね。4階層はここゼラ打ちです。はい、ゼラ打ってあげて、でね、一応言っておくとボスはアリナだけなんで、まあ、キドロップ欠損しがちなんですよ。なのでこんな感じで少しでもキドロップ残しておいてあげれば安定感増えると思います。はい、盤面6個も倒していきます。今6個も組めてたからちょっと危なかったけどね。はい、でラストアリナっすね。でまあ4階層で吸収無効人の場合はアーミルかな、アーミルとかもう普通に亀打ってあげて OK。 でも今回吸収無効打つ必要ないんで、吸収無効なしで突破していきます。よいしょ、まあ無効感組む必要ないですけどね、これで倒していきます。 OK。 ではボスは自力7コンボ組んであげるか、もしくは無効感でこんな感じで倒して軽く出して突破してください。まあ基本自力7コンボが楽だと思います。はい、ボスだけ7コンボ必要なんでね、序盤は柔らかいですけどボスは注意してください。こんな感じでやってもらえれば、まあこれで2分6秒とかですね、まあ普通にやってれば1分ぐらいで勝てるんで、めっちゃおすすめです。そんな感じの編成になってます。はい、まあ賞味ね、ソロなんで安定感は少し減りますが、まあそれでも経験値200万ですよ。200万、めっちゃ美味しくない？2分で200万はやばいでしょ普通に。なのでぜひともね、編成が組める方は周回してみてください。じゃあ次、一応ね、ジライア持ってる人でしげしげ持ってない人向けにね、ジライアしげしげも紹介していきます。まあこっちはおまけですね、気楽にやっていきましょう。まあこっちはおまけですね。まずジライア創作化耐性装備継承です。挑戦ですね、ホルスとかっていうね、スキルターン軽くてスキボ多いキャラで OK です。でカムイ継承、もしくはウルカ装備継承です。でグーフィーですね、この子、ただの星5キャラのくせにスキルブース4つ持ちで優秀だったんで採用しました。代用としてはリュエルとか、あとはクリスマスロミアとかっていうね、スキルブース4つ持ちのキャラで OK です。はい、でチュアンはバインド耐性武器ですね。はい、続きましてゼラキティは朝から用装備継承です。これでボスの属性吸収無効を対策しています。で今回ねボスでゼラキティ撃つんで、別に、ね、毒耐性武器はいりません。毒の海に沈んでもなんとかなります。でリュエルですね、 80% 以上強化武器かツーウェイ武器つけてあげてください。これで突破していきます。でラストフェルノのしげしげはアシスト自由枠です。じゃあ実際にやっていきましょう。じゃあ実際にやっていきますね。百花ローラン1なんでね、注意してください。まず1階層ジライア打ってあげてルエル打ちます。でルエルね、初手打ってあげるとねボスで帰ってくるんで、ジライアからのルエル確定打ちで、まあ、適当に突破してください。よいしょ、はい、こんな感じで、でまあウェイ組みながら木の3コンボとかしてあげれば全部の敵落ちるんで、めっちゃ簡単に抜けます。これで1億ダメージぐらい出てますね。ルエルはルエルめっちゃ軽く出るんでおすすめです。はい、で2階層、ここも盤面色あるんで普通に倒していきます。本来ね、グーフィーとか使ってもらって問題ありません。シゲシゲも使ってもらって問題ありません。ただまあ盤面に色ある場合はね、もう普通に盤面で倒しちゃって OK です。で3階層、ここはシゲシゲ打ちます。はい、よいしょ、こんな感じで木の上に含んであげれば余裕で抜けます。そう、ルエルがねマジで強いからね。 OK。 で続きまして4階層、はい、来ましたね、ゼローグ。ゼロがゴリゴリに殴っていきます。オラーって感じで殴ってください。気作ってくれないんだけど、ひどくね。よいしょ、こんな感じかな。まあウェイ3個入ってると思うんで、これで多分抜けると思います。ナイス、ルエルやっぱ強いですね。はい、でボスゼラキティ打ってあげて突破です。まあ一応ね、
ここでいろいろ残ってるんで、まあ、万が一回復が多い場合のみはリカバリが効きます。はい、ここゼラキティ打ってあげて、いいですね、レール打ちましょう。よいしょ。でまあ普通に超1組ながら突破してあげれば OK。 こんな感じで木の2コンボで普通に倒せます、という感じの編成ですね。まあめちゃめちゃ楽ですね、単純に楽になりました、ルエル入れることによってね。まあさっきの編成もご利用してルエル入れれるんですけど、まあ、ちょっと今回は妥協してます。はい、でまあこの編成の場合だと1周1分40秒ぐらいですね。で経験値はちなみにどんなもん、経験値は87万とかか。まあさすがに渋いね、やっぱ経験値はガラッと減るんで、まあ美味しさはめっちゃ減りますが、まあ一応これでもいけるよって感じ。ただまあ個人的にはこっちの方が美味しいんでね、こっちめっちゃおすすめです。ぜひこっちの編成で紹介してあげてください。そんな感じになってます。はい、ということで今回の動画はね、しげを使って、しっかりと100カロラを回る編成でした。よろしければチャンネル登録、高評価ぜひお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。